する赤組は赤組ソリニーモのシュデル&木幡博之。披露するのは音楽シーンに衝撃を与えたキングヌーの白日。繊細な歌い出しに注目です。君には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。ことばかり言ってらんないような、どこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますか。その頃にはきっと春風が吹くだろう。まっさらに生まれ変わって新生一から始めようか。へばりついて舐めない、続きの今を歩いてるんだ。真っ白に全てさよなら、嬉しきる雪を全てを包み込んでくれ、今日だけは全てを隠してくれ。ありがとうございます。俺は毎朝見てたから、スカーレット、スカーレット見てたのでってことでございますけれども、なんでヒッピーって急に出てくるんやろうって歌詞の中で、はいはい、日々でしたわ。日々でした。分かったでしょ。やっと今日分かった、はい、俺ずっとねヒッピーって言うから、はい、だから焼き物とヒッピーが何かあんのかなってずっと不思議やったよ。今日まさにこの番組で日々って言うてたんやけど。そしてキングヌーでございますけども、素晴らしかった。いやよく手出したよね。ありがとうございます。いや俺も、はい、まあ、今田さんの前するわけないけど、はいはい、めちゃめちゃええ詩じゃないですか。刺さってましたね。めちゃくちゃ刺さってた。いや、いやでもすごい出だし。キングヌーさんの曲、結構ファルセットと息遣いがすごい難しい曲なんで、はい、結構最初から繊細だったんで、すごく、ね、あの緊張しながら歌いましたね。歌い出し本当に緊張するよね、はい、すごいね。ちょっと IMALU さんどうですか。いや2曲ともものすごい難しそうな曲じゃないですか、はい、でスーパーフライさんって結構声張るイメージありますけど、これは、ね、結構こう優しい、うんうん、あの、はい、ちょっと A メロの感じとか優しい、あのスーパーフライさんの声が本当にそっゆっくりで、ありがとうございます。上手な方しか絶対歌えない曲だなとも思いましたし、そう歌うまいのはもうとありきで練習しないと無理やもんね。そうですよね。キングヌーさんも、はい、やっぱもうさすがお二人ともプロの歌手なんで、うん、もう本当これもねカラオケで男子が歌うとするんですよ。ひどいよ。ひどいよね。本当ひどい。ね。ひどいよね。ひどいひどい。カラオケで男子歌ってほしくない子供が。歌っちゃダメ。ダメなんだよね。本当にダメ。歌ったらダメな歌って。予約のところに入った瞬間誰が歌うの。ええやないか。歌えるやついないよ。チャレンジャーな。上手い人聞いたことないから初めて今日やっと。成功例。はい。モノマネ。はい。ジャッジメント。おー、